ちは。フリースタイルドラミングユニットバニラテナードラム担当のカズキです。今回はシステムブルーカで出た新しいテナーヘックスの、紹介をしていきたいと思います。まずは早速音を聞いてもらいましょう。今この楽器は、だいぶピッチを高く、ヘッドを張ってるんですけど、ヘッドをしっかり張っても、サスティンを損なうことなくちゃんと太鼓一個一個が響くっていうようなそんな楽器になってます。音の響きを損なうことなく、ピッチを上げていけるのでテナードラマーとしてはすごくありがたい楽器かなと思います。この楽器は2点、テナードラマーにすごく優しい加工がしてありまして、はい、1つ目は、ちょっと今カメラからじゃ分かりにくいかもしれないんですけど、この1番と3番の間、1番と2番の間、太鼓隣同士のリムがカットしてあるんですよ。なのでスクレープ、スイープ、隣の太鼓に移動するときにスティックが絡まりにくい、そんな良心的な加工がしてあります。といったぐらい。2点目に嬉しい点が、なんといってもこの楽器はすごく軽いんです。他のメーカーさんでこの今使っているのは6インチ、8インチ、10、12、13、14インチなんですけど、他のメーカーさんの楽器を持った後にこの楽器を持つとやっぱりすごく軽く感じるので、これは何よりも間違えているテナードラマーには優しいんじゃないかなと思います。もう一つこの楽器の特徴として、構造がシンプルになっているので、例えば、外で練習した後なんかだったり、メンテナンスの時に解体だったりがすごくしやすくて、手入れも、やりやすいんではないかなと思いますので、皆さん見る機会があったらぜひそんなところも見てみてください。じゃあ最後に実際の楽譜に合わせて音を聞いてもらいましょう。システムブルーテナーヘックスの紹介でした。皆さんもブースなんかで見かける機会があったらぜひ叩いてみてください。またな。